はい、サイモン君です。本日は富士フイルム X マウントに超広角の明るい F1.4 のサードパーティーレンズが登場したので、そちらをねレビューしていこうと思います。まずね、動画の作例からご覧ください。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。めちゃめちゃいい感じだったんじゃないかなと思います。早速なんですけれども、こちら今日はビルトロックス 13mmF1.4 サードパーティーのねレンズなんですけれども、こちらをやっていこうかなと思います。こちらね、中華製のレンズなんですけれども、オートフォーカスが効く中華レンズなんですよね。で、価格が5万円ちょっとということで、非常にねコスパがいいレンズなんですよね。ちなみに今回ですね、ご提供いただいたのでクーポンコードもいただいております。約3500円ぐらいね安くなるのかなと思うので、もしね明るい超広角レンズ気になってたよっていう方は、動画を最後まで見ていただいて、気になったらぜひねお得に購入してみてください。はい、早速なんですけれどもね、そのビルトロックスから 13mm というね、まあフルサイズ換算しますとだいたいね 20mm で F1.4 っていう Vlog にもね最適だったりですとか、まあ主にねムービーユーザーがね喜ぶようなレンズが登場しました。じゃあ早速ね外観から見ていきましょう。はい、ではこちら改めましてビルトロックス 13mmF1.4外観とスペック見ていきましょう。はい、こんな感じでね、結構ね金属製でできていて、中華レンズらしくないというか、結構ねしっかりとした質感です。はい、こんな感じで。で、こちらにね絞りリングもついております。富士フィルムユーザーはねこれね嬉しい方多いんじゃないでしょうか。まあね、ちょっとカチカチカチって音が鳴るので、ムービーを撮ってる最中に回しちゃうと駆動音が入っちゃうので、まあレックを押す前に F 値をね決定する必要はありますね。これがねシームレスにね、あの無段階で音が入らないように回せたらね、あのもっと良かったかなと思うんですけれども、まあねこの値段ですからね、まあ目をつむりましょう。で、フィルター系はですね、こちらは嬉しいね 67mm です。 67mm のフィルター系のレンズ結構多いので、フィルターとか使い回せるからいいんですよね。レンズ構成は11分14枚になっておりまして、 ED レンズを4枚、非球面レンズを2枚、広屈折レンズを2枚採用しているので、まあ収差をねできるだけ抑えてるよっていう風にあるんですけれども、逆光のね作例とかあるので、まあ本当かよっていうところで逆光ド直球で意地悪してみたので、作例見ていただきましょう。どうぞ。はい、いかがだったでしょうか。逆光の表現もね僕は結構好きな感じでした。で、次重さなんですけれども、重量はね 410g と、まあそんなにね気にならない重さです。 Vlog でこんな感じで持っててもまあキッツってならないような重さなので、まあわりかし使いやすいかなと思います。で、最短撮影距離なんですけれども、嬉しいことに 22cm まで寄れるんですよね。広角で F1.4 で寄れるっていうことは、ぐーっと寄って F1.4 で大きくね背景を取り入れながら被写体をねぼかすことができるということですよね。なので非常にそういった使い方とかでも表現力豊かなレンズじゃないかなと思います。はい、このレンズね動画で使いたい方が多いかなと思うので、本日はね動画中心にレビューしていこうかなと思っています。今からねこのビルトロックス 13mmF1.4 と XT4 の組み合わせで画面を切り替えようと思います。
はい、ではフォーカスブリージングのテストをしていこうかなと思います。フォーカスブリージングとは、動画でね、ピントが移動する際に画角がね、クックッと移動しちゃう現象のこと言うんですけれども、ムービーを見ていて、フォーカスブリージングがあると没入感がね、どうしても損なわれたりとかするので、できるだけね、ブリージングが抑えられているレンズの方が、動画向けのレンズとされるんですよね。それではね、やってみようかなと思います。こんな感じで、ピントが合ってます。スッと、画角の変化小さいですよね。ブリージングが少ないレンズじゃないでしょうか。うん、めちゃめちゃいい感じですね。あと、ピントのね、合う速度とか、合い方もね、すごくいいですよね。今の動きからすると、動画でね、すごく扱いやすいレンズじゃないかな、ということがわかります。続きまして、レンズの駆動音をマイクが拾っちゃうかどうかのテストをしていこうかなと思います。まあ実際に今マイクを乗せてるので、今ね、問題がなければ、まあ実用範囲じゃないかなと思うんですけれども、今ね、クーラーを切って部屋をね、静かにした状態で、駆動音を拾うかどうかやってみようと思います。はい、いかがでしょうか。まあね、各々許容範囲あると思うので判断していただけたらなと思います。僕が使った感じだと、ここからだと駆動音聞こえないんですけれども、まあ部屋めっちゃ静かにして、マイクはね、もうレンズの上にあるので、まあちょっと拾ってるのかな、どうなんでしょうね。まあ僕が使った感じ、非常に駆動音は静かなレンズだなといった印象ですね。まあこんな感じで今喋ってて、実際に実用範囲であれば問題ないんじゃないかなと思うんですけれども、どうでしょうか。はい、駆動音拾ってますか？気になりますか？各々ね、許容範囲があると思うので判断してみてください。はい、今ね、カメラをまた戻して手元にね、 XT4 とビルトロックス 13mmF1.4 がございます。まあね、フォーカスの音とかね、ステッピングモーター採用ということで、結構ね、静音でいいんじゃないかなと思いました。で、オートフォーカス、冒頭の作例見ていてわかる通りですね、ジンバルを持って突っ込んでいったりとか、モデルさんが踊ってたりとかしても、バッチリね、追従してくれたりとか、結構ね、ビルトロックス史上僕の中では結構一番いいオートフォーカスかなっていう風に感じております。まあね、もっと見たいよっていう方いると思うので、手持ちでね、ホームビデオを意識して、ちょっとね、ラフめに撮ってみたので、作例見ていただきましょう。どうぞ。開けれたな。ダメよ、ひなた、これ閉めて。はい、いかがだったでしょうか。まあ、うちのね、息子のひなたくんね、結構最近動きが多いんですけれども、こんな感じでね、楽に撮ったんですけれども、バッチリね、追従してくれました。ビルトロックス 13mm ね、20mm という画角ね、本当に使いやすいんですよね。室内でも広く映せますし、あとは室内だと結構ね、明るさ稼げなかったりとかするんですけれども、F1.4 だと明るさも稼げて、ボケも稼げる。まあ、いいことずくめなんですよね。動画を今からやってみたいなって思ってる方ですとか、すでにね、動画撮ってるけど、明るい超広角の単焦欲しかったんだよねっていう方は、ぜひね、このビルトロックスチェックしてみてください。僕もね、去年からずっと待ってて、ツイッターでね、13mmF1.4 早く出てくれよみたいな感じで、まあフォローしてる方はわかると思うんですけれども、僕ツイートをしまくってたんですよね。ようやくね、こうやって XT4 に明るい超広角のね、単焦点レンズ、そしてコストパフォーマンスを兼ね備えた、オートフォーカスの速い描写性能も兼ね備えたみたいな感じで、まあ時間がかかった分ね、かなりの仕上がりで出てきたんじゃないでしょうか。これは誇張してるんじゃなくて、冒頭の作例を見てわかる通り、本当にね、いいパフォーマンスをしてくれたので、僕はね、結構満足しております。はい、ここまでね、動画向けの仕様について話していったので、写真の作例も見ていただこうかなと思います。どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。結構ね、色の再現性ですとかコントラストや色のり結構いいんですよね。なおかつ結構シャープだったりとかするので、ビルトロックス 13mmF1.4 写真ユーザーにも非常におすすめでございます。まあ、今回撮ってないですけれども、サンセットが沈んだ後とかちょっと薄暗い環境とかでも超広角で明るいと結構ねいい感じですよね。はい、そんな感じで今回はビルトロックス 13mmF1.4 をご紹介していきました。このレンズね、待ってた方も多いかなと思うんですけれども、購入してみてもねいいんじゃないかなと思います。多分購入したら満足していただける方多いんじゃないかなと思うレンズでございます。僕はね、今から結構このレンズ使用頻度多くなるんじゃないかなというか、こうやってね室内の撮影だったりとかも YouTube もちょうどいい画角なので使っていこうかなと思います。なんといってもね、このレンズはオートフォーカスですよね。オートフォーカスが静かで高速で追従もしてくれて、なおかつ超広角でフルサイズ換算 20mm ということで非常に扱いやすい画角で、 F1.4 でボケも稼げる、こんな感じのレンズなので非常にね、まあ待ってた方多いですよね。まあこれはね、僕的には迷わずノールックでポチしていただきたいかなと思うんですけれども、もしこの動画を見てね気に入ってくださった方は検討してみてもいいんじゃないでしょうか。はい、こんなところで今日は簡単に締めようと思うんですけれども、楽しかったよ、いいな、役に立ったよって思ってくださる方はぜひね、チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次の動画で会いましょう。じゃあね、バイバーイ。